ゴチバトル、ちょっとですね、あのゴチバトルと違うところは、こちらが決めた料理を、お出しして、その合計金額を当てるといった企画になります。で、合計金額から一番離れた方が今日のお会計をお支払いいただくという企画になります。で、今日、その企画にご参加いただく方のゲストがこちら、ごめんね、ごちそうさま命がけです、命がけ、もっちゃんです。もっちゃんです。サバだ、サバだね、サバの、ショトピーです。ピーでーす。でかいよ、クサガガイカ、ちーちゃん、ちーちゃん、ちいちゃん、ちいちゃんで決めたやつ、ちいちゃん。物を出すのがやっぱり和食ですよね。スリーナインさん。はい、おやおや。で、最後は、わかんないな。なんだろうな、技術量が。ノブリンさんです。で、今日の料理人はこちら。大誤算であっても、それはそれでまた面白いです。やりきりましたか。一コース終了になります。はい。はい、ともやくんです。お願いします。ともやくんはですね、僕の専門学校の一応後輩で、今和食の料理人として勉強をしている子です。では、ということで、もう早速、はい、始めていきましょう。お願いします。いくぞ。はい、全然大丈夫。立ち割り女だね。立ち割り女ですって言わないといけないかもしれない。なんてわかんない。次回からずっと酔ってないといけない。あ、じゃあそれでいいじゃん。キャラ設定。酔っ払いで。それはありかもしれない。あ、じゃあ出しちゃってください。はい。はい、では1品目、失礼します。はい、前菜三種盛りです。三種盛り、これリリースしていいですか。右手側から説明します。右手側がそら豆の粉チーズとオリーブオイルですね。で、こちらガラスの器ですね。こっち梅の器に入っておりますのが牡蠣の、こちらアメロンジャーですね。で、真ん中がホタルイカと小松菜のおひたしになります。前菜3種になります。では皆さん、ご賞味いただきます。いいですか。はい、どうぞ。皆さん、いただきます。いただきます。いただきます。いただきましょうか。おいしい、生姜がすごい効いてて、おいしい。うん、うん、本当だ。うん、おいしい。そんな手を先すぎる。うん、量が微妙で難しいですよね。ああ、そうですよね。いや、これね、結構いいお値段する。うん、お味はどうですか。美味しい。おお、本当美味しい。そら豆のやつなんか、僕結構そのやり方初めてなんですけど、うん、ね。粉チーズって初めて。うん、だからどんな感じなのかなって想像ができなくて。うん、ホタルイカは、それはですね、富山県産のホタルイカになります。そして、牡蠣は広島県産で。スラマンも、そこそこですね、しっかり身がしっかりしたやつ選ばせていただいております。今日3000円しかないけど大丈夫かな。勝つ気で来たんですけど、めちゃめちゃ真剣じゃないですか。真剣で勝ちに来てるじゃないですか。勝ちに行かないと。本当にいくらだろう。なんだろう。お料理ですね。こちら煮物になります。煮物、ゆりねまんですね。ゆりねまん、中を開けますと、きくらげ、そして絹さや、うん、カニが入ってます。本当だ、すごい。お宝ですね、中は。あ、本当だ、カニが入ってます。全然わかんない。いただきます。コースが長くなる。これは次どうやってますか。これ
わからない。全然わかんない。カモチャーシューになりますね、次。カモ、やべえ、カモ。これはお店で出してるこの形なんですか？大体はお店で出してる形のポーション、小さくポーション、形を小さくしていったりとか。これ、3000円ぐらいかな。その顔、その顔絶対使いますかね、俺。やべ。ロブリンさん、どうすか？美味しいですか？美味しい。あ、よかった。美味しいんだけど、つらいな。全然わかんない俺。ある意味で一回欲しいって欲しいじゃないですか。で大誤算であってもそれはそれでまた面白いです、ね。料理上手ですね。なりわいなの。このな、いや本当は専門学校の時にテストの時に。三枚おろしですよ。目ん玉潰れてたもんな。親指で押しまくってできなくて。そんな子がもう今じゃ普通に。だから5年4年そうです。なんだかんだもうだからもう5年経ったら僕の腕なんかもはや通用しないですからね。やっぱちゃんとやってるところに比べたら5年6年やっちゃいました。そうなるとすごいなと思う。叩かれたね相当。だってもうやってる時何最初の6ヶ月でもう辞めるって言ってたもんな。最初の1ヶ月で辞める。もう辞めるって言って僕が働いたところにちょっと相談来たりとかして、そんなん一瞬だからって、辞めると思うのは一瞬だからもうちょっと頑張ってみて、でそこで本当にまだ辞めたいんだったらもう辞めた方がいいって。料理人の話よくわかんないですけど、多分手は出さないと思うんですよね。出すよな。足が出ると思うんですよ。手も足も出るような。そうなの。全部出ます。全部出る。全部出る。あのそんなワンピースのサンジみたいになんか手は出さないみたいなないっすね。ないんだ。手も足も全然出るような。なんならタバコも出るような。出ます、ね。僕タバコ出してタバコ出して。マジ。あ、それは僕が悪いですよ。僕が仕事中にサボってタバコ吸いに行ったら。わかる。若気の痛いだよな完全に。そう。次の日これダメですよ使ったらこれ使ったらダメですか、ね、その人の名前なんて言うんですか。あそっかそっか、今そういうコンプライアンス的なあれか。コンプラがかかる P なんで、はいはいはい、YouTube 的にもあの暴力的表現 NG ですから、ね、極めようと思ったら大変ですよね。もう変態、変態だよな最後までやってる人たちって。基本的にあんな酷な商売をずっとやってるなんておかしいもんな。おかしいですよ。なんでそんなに続けられるの。そう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 、お店の裏での話ですね。そうですね。春野菜ですね。ココキキノット、ラの花、タラの芽です。この皿その向きで使うんだ。俺反対で使ってたわ今まで。だからそっちの縁がない方を手前に置いてましたね。おいしい。これで教えてやっぱ旬なものはこの時やっぱ旬で食べたいですもんね、うん、それが絶対大事。人間のこのちょっとね、その旬食べれますので、和食には洋食と違って3種類ありますからね。走り、旬、それと名残。名残、うん、これでいく。大丈夫だ。さすがそこ親子で同じ顔してますけど今考えて腕組んで。腕の組み方も一緒です。同じ顔して考えてました今。で次が最後の締めのお料理ですね。これ多分ね負ける人知ってる。誰？もう。感じ。そうでしょ。オーラ出てるもんだって。負けますオーラ出てるから、ね。ひどい。この一個だけちょっともう一個だけ。カモいいですか。カモ切りますか。何だろう。アジ。
匂い嗅いでみてください。サバだ。サバだ。サバだね。サバっぽいぞ。サバの炊き込みご飯になりますね。ちなみに僕のお店にもテレビ撮影来ますよ。お菓子で持った後みんな動かないようにね。動かないようにみんなこれだ。決まった。俺。ね、あと出汁のじゃないですよ。出汁のまない。本当におかわりもまだいいですね。お出汁、薬味乗せた後にお出汁が入ると香りが一気にふわっとくる。これだからデブやめらんない気にしないで食べれる。Me too。 いい感じで締まりますかね、これで。ですね。やりきりましたか。一コース終了になります。はい。では皆さん、はい、いいですか。いいですよ。はい、では結果発表に行きます。はい。自信のほどはどうでしょう。ある方、皆さん自信はある。はい。ちょっと心配だなって方はいらっしゃいます。ちいちゃんちいちゃん、ちいちゃんだけ、ちいちゃんだけ。まあまあまあ、もう気にしない。じゃあまず第1位の方。はい、1位。1位。はい、スリーナインさんです。どうですか。もう1抜けということで、はい、はい、では2位の方、はい、でんショートピーです。やりましたね、狙い通り。3位、ここ一番大事ですね。そうですね。さあ、女性陣誰が抜ける。初めて。ノブリンです。ノブリンさん抜けました。よかった。ましたね。ではもう早速4位5位の方、ではもうあの企画の通り、シェフの方よろしくお願いします。あーおーおーおー、じじやだ、この時間。もっちゃん、ガチになります。これは本当にごちそうさまでございます。出世払いないです。ですね、本日の設定金額は4000円となってます。はい、もう本当にドンピシャだ。そうですね、4000円ぴったしです。余計なあの期待賞とか設定しなくてよかったです。はい、ですね。うん、じゃあもうその値段で食べたということだね。はい。じゃあ本日の会計2万円です。2万円で。ごちになります。ごちそうさまでーす。はい。2万円で。はい。つらそう。ありがとうございます。ごちそうさまです。確かに。はい。お願いします。しょうがないね。どうもありがとうございました。第1回企画ごちバトル、これで終わります。ありがとうございました。